アスワン植物園のナバータート島とナイル川西岸の長目アスワン植物園内のヤシの木による波起動。ナバータート島、あるいはキッチナー島はナイル川下流域にある川中島。エジプトのアスワン地方に位置する。島の名前は植物の島を意味する。楕円形の小さな島である。長径が1キロメートル弱、短径が5 0 0ルにも満たない。 アスワン植物園はこの島にある。ナイル川に浮かぶナバータート島は、アスワンの町に近い二つの島の一つである。もう一つは、エレファンティネ島であって、西のナバータート島と東のアスワンの町の間に横たわり、ナバータート島よりも大きいので、ナバータート島から、アスワンの町は、エレファンティネ島によって隠される。島の名前は、以前は、キッチナー等の名前で知られていた。 この名前はこの島を個人所有していた保冷所ハーバーとキッチナーの名前に由来する。島は、キッチナーがエジプト総督として1911年9月29日から1914年6月までエジプトに赴任している間、彼に送られた。水資源及び灌漑省の援助を受けて、キッチナーは全長750メートル余りのこの島を珍しい木々の楽園に改造した。 多くの木はインドア大陸から取り寄せたもので、眺めを楽しむ散歩道を張り巡らせた庭園の中に植えられた。島は、その後、エジプト政府所有の島になり、植物研究所が設置された。ナバーターと島全域がアスワン植物園になっており、ここを訪れると、たくさんの種類の珍しいアネッタイの植物や、ロイストニア・レギア、セーブル・パルメットといった種類の木々を見ることができる。 植物の収集はキッチナーに始まり現在も続いている。植物園の庭園は週末のピクニックや都会の喧騒を離れて静かな午後を楽しみたい地元の人々や観光客に人気の場所になっている。ナバータート等の南東隅には船着き場があり、アスワンの町などからファルーカという小型の三角母の船に乗ってアクセスできる。ありがとうございます。